あいつはお前に会えたことだけが救いだ。そうだといいのですが。逃れられぬ袋小路の運命と自らを呪い諦めきっていた。そんなあいつにとってお前という幸せな奇跡に出会えたことは何よりもの救いになった。だからそんな顔をするな。お前にしちゃ粋な計らいだったな。私はアウアウから葬儀の執り行いを任されただけ。あんたという進行役を呼んで全てを任せただけだけれど、ありがとうミル。私がクレルに代わってあなたに感謝します。異なる運命の私の未練を全て断ち切ってくれてありがとう。お前はもっと頭を抱えて混乱すると思っていた。もう私は理解しています。私がいかに幸せに生きてきたかということを。何かの運命に翻弄され異なる世界を生きていたなら私は同じ運命の袋小路にいたかもしれない。しかし私はとてつもなく低い確率の幸運の中から今の世界に生きている。その価値と意味を教えられましたから。なに、意外そうな顔して。魔女にろくな奴はいないってのが俺の持論だったが、改める必要があるかもな。いいわよ、改めないで。私は退屈しのぎのためにあの子のゲームに乗って、そして負けはしたけれど楽しく遊ばせてもらった。あの子はそのゲーム盤を畳まずに行ってしまった。私は遊ばせてもらった霊と歯医者の務めとして最後の片付けを引き受けただけ。てっきりもっとひでえことをすると思ってたのだ。ひどいこと。心をないがしろにしたもっとひでえゲームを見せると思っていた。ええ、ひどいゲームにしたの。あの子がファンタジーだと称するゲームをあんたという探偵を連れてきてミステリーで終わらせたわ。魔女幻想は見事に砕け散って私のささやかな仕返しはおしまい。この絡まった恋の物語を絶対の意志で終わらせる。その絶対の意志に絶対の魔女が微笑んであの子を2日間だけの魔女にした。私はその2日間という限られた時間の中だけで無限に広がる万華鏡を楽しませてもらった。私は祝福しないから奇跡は起きない。でもその結末さえもあの子が望んだものよ。無限の物語は一体どの真実で本当は終わったんでしょう。さあな、それを決めつけないのが猫箱ってもんだ。開けば屋敷は跡形も残らず、エヴァを除いて誰も生き残らない物語。エヴァは何も語らず死んだ以上、全ては猫箱の中、有限の箱の中にしまわれる無限の可能性。こうして思うと彼女が生きて、そして死んだ島そのものが黄金鏡だったのかもしれませんね。猫箱を黄金鏡と呼ぶならね。そしてその猫箱の中で考えうる最も楽しい物語をバトラは書いたわ。ベアトリーチェの棺に収められたその本か。そうよ、彼が思い描いた彼女が最も幸せな物語。とても楽しくて愛に満ちた幸せな物語でした。私もあの物語が棺には一番ふさわしいと思います。いや、違う。え？クレルは言ったぜ。お前という存在が彼女の希望であり救いなんだ。お前がこれからも幸せであることが何よりもの救いなんだ。はい。幸せに生きなさい。あんたはただそれだけであの子の奇跡なのだから。はい、彼女の分も幸せに生きます。よくこいつを見つけ出したな。あの膨大な海の中から200何万高の中から探し出したのだ。私ごときにできることなんてせいぜいその程度のこと。これで葬儀はおしまいよ。
約束通り結界は解いたが、あんたが立ち去れば時間も元通りに動き出す。これでお役御免か。早く帰らねえとダイアナがまたカーテンを引っかき出す。短い間でしたがお世話になりました。あばよ、異なる幾百万の自分たちの代わりに幸せになりな。私も消えるの。さよなら、リオン。あなたにもお世話になりました。あなたに心ないことを言った気がします。申し訳ありませんでした。あなたは私にとても大切なことを教えてくれました。何か？うん、何も。感謝されるなんて100年ぶりだから、なんて返事をすればいいか戸惑っただけよ。アウローラ、これで答え合わせには十分でしょ。これでわからないなら、傍観者の魔女どもを集めてお茶会でも開いて、他の魔女の推理でも拝聴したら。私は意地悪だから、これ以上を詳しくはやらないわよ。考えぬ魔女はいない。なぜなら考えぬ魔女は死ぬか海の藻屑なんだもの。さあ、これから戻って、あんたの推理がどの程度当たってたかを魚に一杯やりましょう。もう悪役も巫女も疲れたわ。私もこれでお役ごめんよ。じゃあね、リオン。そして傍観者の魔女たち。リオン、ここにいたのですか？探しましたよ。母さん、申し訳ありません。少し考え事をしていました。やっと雨が上がったみたいやな。いい天気みたいや。皆さん方、屋敷へ戻ろうじゃないかね。これでベアトリーチェの葬儀は終了だそうだ。お父さん、当主様は？今来るぜ。今日は散々だったな。親父の葬式ごっこに付き合うのも疲れるぜ。そんなこと言っちゃダメよ。大事なセレモニーだったわ。そうね、お父様にとって大切な儀式だったと思うわ。私お腹空いちゃったわ。ゴーダさん、何か作れない？はい、すぐにお茶のご用意をいたします。イロンはどこか。肩を貸せ。当主様、ただいま。一日ご苦労だった。ベアトリーチェの葬儀はこれで終了である。はい、ベアトリーチェの魂もきっと救われただろうと思います。なぜそうわかる？さっきまで私はベアトリーチェと一緒にいました。そして彼女が未練なく旅立ったのを見届けました。だからわかります。私がそれを保証します。そうか、お前が言うなら間違いはあるまい。